はい、ご視聴さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日はパリスカー10年ハイボールでレビューしていきたいと思います。そんなことで早速いただきたいと思います。匂いはね、ほんとすごい。もう磯の香りってよく言われるんですけど、まさにそんな感じ。もうすんごいスモーキーが。いただきます。パンチがやっぱすごいですよね、これ。なんかよく黒胡椒とかよく言われるんですけど、うん、っていう感じ。なるほど。まあ結構その飲む人選ぶ感じ。これはマジで選ぶと思う。でもちなみに僕最近ストレートめっちゃハマってるんですけど、このタリスカはその販売元がハイボールをおすすめしてるですね。これに黒胡椒とか振って飲むのがいいって言われてるんですけど、まあでもこのラフロイグルボーマー方面がちょっと好みの方は一回試してみてはいいんじゃないかなと思います。でもやっぱ癖好き、パンチ効いてる癖好きの人たちはちょっと一回は通ってみてもいいかなっていう感じですね。でもちなみにボーマーめっちゃ好きだからね。まあそれはそう分かりますけど、なんかボーマーラフロイグタリスカーみたいな。でもまあでもな、ラフロイグも結構こっち寄りだよね。でもなんかまたラフロイグとは違うんだよね。うん、まああの辺のやつは界隈はいっぱいありますからね、うん、まあそれぞれちょっと試してみたらいいんじゃないかなと。まあちっちゃいサイズも売ってますんで、これはちっちゃいサイズだったらいくらぐらいで。これ2500円ぐらいで買ったの。じゃあお試しするにはちょっと量少ないですけど、 200ml でいいんじゃないかなと思いますんで、ぜひ磯の味が楽しめます。はいはい。